いいでしょうというふうにあるのが無害通行です、はい、なるほど。そうするとじゃあこの一応こういうフリップ用意したんですけども、無害通行と見なされない行動、ただスーッていくんじゃなくて武力行使とか武力による威嚇とか兵器の航空機の発着、情報収集、測量、通信妨害などというふうにこう国際海洋法条約にこういうのが出てるんですけども、じゃあ今回の中国の軍艦4隻多分わかんないですけど、多分武力行使や武力による威嚇はこれしてませんよね、はい、問題はこの左下のこの情報収集していたかどうか、ここの部分あたりが引っかかってくると、もしかしてじゃあ中国の軍艦が無害通行をする権利、資格があったのかどうか、この部分はどう感じますか。まず国連海洋法上悩ましいのは、はい、公海上、はい、公の海のところであれば、はい、実はそれは下のこういうような活動をしたとしても、はい、それは無害通行か無害通行じゃないかって、はい、そういう議論にならないんです、はい、自由にできるわけです。悩ましいのは、はい、なぜ例えば津軽海峡のような、はい、どっから見ても日本の領海でしょう、はい、ただそこの真ん中に公海が一応設定されているので、オルメティック飲んでるお父さん、このような活動をされても国連海洋法に照らし合わせると、これはまあなんかよくできる行動というふうにされてしまいます。ですからここが実は設定当初なかなか想定していないことだと思います。軍艦に関するこう新たなルールみたいなのが必要なのじゃないですか。それが基本的な無害通行 で、普通はやはり相手国の沿岸とか相手国のそばを通るときには行為の悪いことはしないのが基本的な国のルールですから、ですから、まあ、普通に取る分に関してはそこは私どもとしては航行の自由ということで、まあ、国際法上認められるということで、そうすると今回はこう確認になりますけれども、じゃあこの津軽海峡のこの真ん中の部分というのは公の海、公海というふうに設定されている以上ですね、はい、ここの通る限りにおいて、この公海上において情報収集をしようと何をしようと、何ら日本は中国の文化に対して抗議することもできればペナルティも何も彼らには課せられない、しょうがない。例えば無害通行ということで、はい、考えれば、それは中国は自由にできます、ね、公開ですから、はい、ただもう一つですね、うん、国連海洋法もともとできた時には当然その主権国に関して一定の配慮を払うとか妥当な配慮を払うとかっていうのが国連海洋法の前文にあるんです。ですからそれをもってですね、やってることは国連海洋法の趣旨に違反するじゃないかということで国際社会に訴えることはできるんですが、あくまでも条文の限りは実はそこは無害通行の範疇に入らない、公海上はある面では自由にできるという、そういうところになりますので、非常にその判断は難しいことになります。杉本さん、すいません。明治時代にですね、まあ、中国っていうのは多分ロシアの方がお話としてはそのあるのかもしれませんけども、その中国やロシアの船がですね、こういった海峡を通るとか、接続水域ギリギリをこう舐めるように通っていくとか、なんかそういうケースっていうのはあったりしたものですか。はい、ソ連と、はい、冷戦時代は、はい、ソ連の、まあ、いわゆるその海軍戦略から言えばですね、はい、オホーツク海、あるいはバレンツ海、はい、まあ、そういったところは注意されたんだ、今日は潜水艦発射弾道ミサイルの潜水艦がいる、はい、まあ、正規化を、うん、まあ、自由にアメリカと対等に、はい、まあ、そういうのを確保しようと、まあ、そういうことですよね、はい、でまあここを通過するかどうかということについては、はい、過去の、まあ、いわゆる、うん、データを見てみますと、まあ、ソ連は、まあ、いわゆる浮上して旗を上げて公海上通過してるというケースもあります、うん、はい、はい、潜って通る場合もあったんですか。そこはですね、なかなか難しいところだと思います、はい、まあ、実際に、はい、こう出てですね、57がドライウェイトでしょ、上からこう見ればだから60って何、61ぐらいあったの、こちらにちょうど、今日は警備所というのがございますので、はい、津軽海峡を挟む形でね、はいはい、でそこから、うん、いわゆるレーダーでこう常に海面をこう見てるとか、はい、あるいは望遠鏡で、はい、まあ、海面上監視すると、はい、まあ、そういったことをずっとこうやってますので、うん、はい、潜って通った場合は、うん、なかなかそれが分かりません。なるほど、はい、潜って通った場合、これ終わらせに変わった方がいいから、潜って通っても分かるようにいろいろ工夫はされてるんじゃないかななんて、ものの本とかに書いてあるんですけど、そこはどうなんですか。はい、この津軽海峡に関して言えば、はい、青森には大港にヘリコプターの部隊があります。はい、うん、そこ小原さんいらっしゃったところですよね。ヘリ部隊はいましたが、大港見たことはないんですけど、失礼しました。今と違って昔は、はい、船に搭載しないで、はい、陸上からオペレーションする部隊だったんですね。ということはこのエリアを見ていた、うん、なるほど、
で空から見るにしても、はい、実は水中のものを探知するのが一番適切な音なんですけども、うん、実は音だけではなくて、はい、あとはあの磁場の乱れを探知するものがあるんですね、はいはい、あの地球はあの磁石と同じで磁場で覆われていますから、そこに鉄のものを置くと磁場が乱れる、うん、そういったものも探知することができる、うんで、そういったオペレーションに習熟していたのがこの部隊、はい、で、はい、まあ、後方を通るものは、うん、まあ、水上でなくても、うん、彼らは見ていれば、まあ、ある程度動きをつかめるということだったと。杉本さんね、はい、そこまで例えば日本の自衛隊がその例えば津軽海峡に関して今お話を伺ってますけれども、はい、水上を通ってる限りにおいては見ればわかるよと、はい、水中潜っていってもまあわかるよねっていうのが多分こちらもわかって、こちらもわかって、多分ロシアの海軍はソビエトか当時ソ連の海軍も黙って潜って通ってもバレちゃうよねって多分向こうも分かってたんですよね。そうでもないんですか。まああのいろんな意味で、はい、あのソ連も、うん、まあ情報を集めるってると思います。はい、従って、はい、あの東電大港にヘリコプター部隊がある、はい、じゃあそこを通るときは、うん、どういうことに注意して通らなきゃいけないよね、はい、と、うん。それから当然津軽海峡の、はい、まあ、いわゆる自然環境、はい、まあ東から西に潮流海流が流れ、はいはいはい、あるいは西から東にこう海流、うん、まあその時に流れに沿ってこうスーッと、うん、例えば新宿の方に行ったらその海流とほぼ同じ速度でずっと行けば分かりませんよね。はあ、でもさっきその小原さんの言った磁場の乱れとかっていうのは分かったりしないんですか。あの、難しい。そこはヘリコプターがこう飛んでいって、はいはい、そこを上空を通過すれば、はい、それは、うん、あの分かります。なるほど、はい、そういう、こう、こうギリギリのね、バレるかバレないかみたいなそのところっていうのは平時のところですよね。そのロシアとソ連の海軍と日本の海上自衛隊の間ではその何て言ったんですかね、中野から杉並の方に通るよっていうふうに船を浮上させてね、叩くっていう堂々と通るっていう場合とこう、ま、黙ってスーッと行く場合っていうのはやっぱり2種類あったんですか。まあ、そこは多分あったと思いますけどね。なるほど、はい、そこはあのミリタリーとミリタリーミリタリーの間ですね、なんかルールというか暗黙のルールみたいなものってそういうのあるんですか。黙っていくけど見逃してねっていうのか。それはない。それはない。それはやっぱり黙って取るときにはやっぱりじゃあ今回あの官房長官が発表したみたいですね。ビシッとしょ。あの、まあ、当時は発表されなかったかもしれません。